郎ども。いよいよ天山小島との決戦ですね。ああ、天山小島は一人一人も強敵だが、二人合わせた時には倍以上の力を持つ。だけど天小島を倒せれば奴らの守りに大きな風穴を開けることができるはずだ。ここでの勝利がジャスティス撃破の突破口になる。気合い入れていきましょう。よく来たな、ジョー。ビビって逃げちまうかと思ったぜ。あんたらにビビるような俺じゃない。あんたら倒して、岡田を倒して、ジャスティスをぶっ潰してみせる。お前なんかにそれができんのか。喧嘩で一度も岡田に勝てたことねえだろ、お前。今まではな。だが今は分からねえだろ。生きがるね。たくましくなったじゃねえか。分かった。お前がどのくらい強くなったのか、俺たちはじっくり見届けてやる。叩き尽くす。いい戦いぶりだったぞ。もうお前らの部隊はほとんど残っちゃいない。降参するなら今のうちだぜ。降参？何言ってんだお前は。俺たちはもともとな、人を使ってどうこうとか集団バトルみてえなのは好きじゃねえんだ。怠慢とかよ、自分の拳で結論出すのが性に合ってんだ。だからよ、ここからが本番ってわけよ。俺たちは残ってんのは二人だけだけどよ、二人いりゃ十分なんだ。
俺たちは最強の天こじタッグだからよ。面白い。お前らみたいな奴ら嫌いじゃないぜ。俺も本来は自分の拳で片付けるのが性に合ってるんでな。ならちょうどいい。せっかくだ、タッグマッチで行こうか。俺は構わねえ。どうだ、ジョー。聞くまでもないでしょ。売られた喧嘩はさすがに買いますよ。しゃあ、行くぞ、コジ。おや、行っちゃうぞ、バカ野郎。まさか天こじタッグで負けるとはな。負けたのは岡田にやられて以来だぜ。お前らもともとジャスティスが敵対していたカラーズの中心人物だったと聞いた。ああ、ここのジョーもそうだが、岡田はカラーズにすげえ恨みを持ってた。カラーズ潰すためにジャスティス結成して俺らカラーズを潰しにかかったんだ。それでカラーズは負けて解散したのか。解散よりは消滅が正しいかもな。俺も後がどうなったかは知らねえ。俺らは俺らより強いやつについていくのがポリシーだからよ。そう、岡田に負けちまったからカラーズ抜けてジャスティス入った。それだけだ。だけどよ、今日は気流会に負けちまったからな。おう、だから仕方ねえな。ポリシーに従って気流会に入ってやるよ。え？俺らは強いやつについていくって言っただろ。お前らは強かった、だからついてってやるよ。拒否なんてさせねえぞ。俺らのポリシーだからな。嫌でもついていくぞ。どうせ負けた俺らにはジャスティスに椅子も残っちゃいねえだろうしな。どうします？いいんじゃねえか。単純で分かりやすい理由だ。俺も近いタイプの人間だからな。
話がわかるね、キリュウさんよ。これからよろしくな。安心しろ、足は引っ張らねえよ。ああ、ん、棚橋ジョー、なんだあいつは。六教人の一人、棚橋。俺の理解者で分かり合えるダチだった男です。正直あいつとは戦いたくはないんだけど、仕方ねえのかな。やっぱりダチと拳を交えるのは辛いっすよね。辛いかもしれないが、拳を交えることで分かり合えることもある。お前とあいつや岡田がそうなれればいいかな。はい。叩き潰す。いい戦いぶりだったぞ。
言うかい。出撃だ。出番やな。これに喧嘩売るってのはこの野郎。叩き止め。実中本気だ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 。気を緩める。進め。よし、俺たちの勝ちだ。いい戦いぶりだったぞ。気流か、突撃。言われなくても分かってる。
けって。殺したのかバカ野郎。飛龍会の勝利だ。よくやった、お前ら。やるじゃねえか、気流会。たな。さすがだな、ジョー。ジャスティスを抜けてから、ずいぶん腕を上げたじゃねえか。そんな話はどうでもいい。たな。お前は分かってんだろ。今のジャスティスが昔のカラーズと同じだってこと。まあな。なら、どうして岡田の肩を持つ。あいつの目を覚まさせてやらないと。あいつのやってることは間違ってるかもしれない。だが俺はあいつについていくと決めた。それだけだ。どうしてだ。お前の方こそ。あいつがどうして今みたいになったか考えたことあんのかよ。これ以上話したら情が移っちまう。話はこれまでだ。俺たちは敵同士だ。次会った時決着つけようぜ。待てよタナ。なんだ。教えてくれよ。どうして岡田はああなっちまったんだ。それはお前が俺を倒したら話してやるよ。なんでこんなになっちまったんだ俺たち。ジョいよいよ六教人、棚橋との決戦ですね。本来なら、棚はめちゃくちゃ明るいやつなんだ。エアギターがめちゃくちゃうまかったり、愛してますとか叫んだりとかね。変なやつだよ。それは変なやつだな。でも、本当に明るくていいやつなんです。あんな落ち着いたやつじゃなかったんだけど。あいつが変わったのは、いつなんだ。岡田が豹変したのと同じ頃かな。多分岡田とタナに何かがあったんだと思う。でも今日俺たちが勝ったらそのタナハシって人何でも教えてくれるって言ってましたよね。ああ、だから余計に負けらんねえ。あいつに口を割らせることが真相に近づく大きな一歩になると思うんだ。よっしゃ、じゃあそのためにも絶対に勝ちましょう。おう。まさかお前と戦う日が来るとは思わなかったよ、タナ。それは俺も同じだよ、ジョー。俺たち仲良かったもんな。約束通り、俺たちがこの戦いに勝ったら何があったのか教えてもらうぜ。ああ、好きにするといい。お前らが勝てたらの話だけどな。悪いが全力で行かせてもらうぜ。お前が相手だろうと容赦はしねえ。よく言うよ。そもそも誰かに喧嘩で容赦したことなんてないだろう、お前。はあ、さすがジョー。よくわかってるじゃねえか。お前のそんなところ愛してるぜ、ジョー。さて、おしゃべりは終わりだ。行くぞ。六教人棚橋の力、思い知れ。
トランスピードアッセンザ・エアロフォール運命わずかさよしよし殺したかったバカ野郎任せとけってくそ一旦引くしかねえ異竜界の勝利だよくやった、お前ら。はやるじゃないか、ジョー。お前もな、タナ。追い詰めさせてもらったぜ。まだまだだ。これぐらいがハンデでちょうどいい。どっちが勝つか決着つけようぜ。ん？こんな奴らに追い詰められて情けないですね。仕方ないから尻拭いをさせてもらいますよ。チッ、男が差し合い決着をつけようって時に余計なことを。結構いるね。キリュウさん、行けそう？楽勝だ。お前はどうなんだ？楽勝っす。ならいい。背中預けるぜ。任せといてください。お前らここまでよく頑張ったよ。でもそろそろパーティーはお開きにしましょう。行け。この二人をミンチにしてやれ。行け。この二人をミンチにしてやれ。
負けたよ、ジョー。でもやっぱり強えよ、タナは。チッ、使えない奴め。約束だ、岡田の話聞かせてもらうぜ。ああ、お前には本来もっと早く話したかったんだがな。先に帰ってるぞ。お前らダチなんだろ。積もる話もあるだろうし、二人でじっくり話せ。桐生さん、ありがとう。よう、ジョー。棚橋から話は聞けたのか。はい、いろいろ聞いてきました。どこから話せばいいだろう。俺たちがカラーズってギャング連中を倒すためにジャスティスを結成した話はしましたよね。ああ、ジャスティスは最初は小さなチームだったんですが、その後どんどん成長していきました。岡田のカリスマ性もあって、次々に仲間が集まってくれたんです。そして総力戦の末にカラーズを打ち破ることができたんです。そこまでは順調だったんだな。ええ、カラーズは潰せたんですが、カラーズを操っていた連中が黙っちゃいなかったんです。操っていた連中？奴らはヤクザやマフィアといった大人の裏社会の連中の手駒として犯罪を働いていた。その手駒組織が潰されて、裏で糸引いてる連中は面白くない。それでカラーズの報復に出たというわけか。岡田はそいつらにそれはひどい拷問を受けたみたいです。それだけじゃなく、あいつの恋人にも一生ものの傷を負わされたみたいで。岡田は報復を受けたことをお前らに黙っていたというわけか。はい、多分俺たちに言ったら怒ってそいつらに報復し返すことになる。そうしたら結果的に岡田のような目に遭う人間が増えるかもしれない。だから黙ってたんじゃないかって。でも棚橋は偶然岡田がやられる現場と恋人のことで泣き崩れる姿を見てしまった。それを見たらもう岡田の肩を持つしかないと思ったみたいなんです。ああ、岡田のあんなに悲しそうで悔しそうな表情、長く付き合ってきたけど初めて見たよ。棚橋、岡田が変わったのはその日からなんだ。大切なものを守るためにジャスティスを作ったのに、大切な人を守れなかった。それは自分やジャスティスの力が足りないからだと。とにかく力が欲しい。岡田は善悪などお構いなく力のある連中を引き抜いた。だがその反面、本来の正義を貫く集団ではなくなったと。ええ、俺はあいつを間違ってると言うばかりで、そんな重い十字架を背負ってるなんて気づかなかった。でも実際にあいつがやってることは岡田を傷つけた奴らと同じことです。あいつは強いカリスマなんですよ。俺の親友であり憧れだった男なんです。俺はあいつの目を覚まさせたい。ダチってのは仲良く楽しくしてりゃいいってわけじゃねえ。間違った時には全力で怒ってやったり、暴走した時には命を懸けて止めてやったり、そいつのために自分をかなぐり捨てられるやつが本当のダチだ。桐生さん、ジョー、桐生さん、俺にも協力させてくれ。今のジョーや桐生さんの話を聞いて改めて思ったよ。間違えた時に止めてやれるのが本当のダチ。俺もそう思う。俺にとっても岡田はダチだ。一緒にあいつを止めよう。だな、ありがとう。ふん、なんだか元気が湧いてきたな。吹っ切れて明るい自分に戻れた気がするぜ。おいおい、極端だな。まあ
その方が棚らしいけどな。よし、じゃあ加入の印に気流会の皆さんに挨拶をしないとな。気流会の皆さん、愛してます。何なんだあいつは。すみません、本来はこういうやつなんですよ、タナは。まあこういうやつが一人いるとチームも明るくなるかもな。キリュウさん、俺絶対に岡田を救ってみせます。だからもう少しの間だけ俺に力を貸してください。ああ、お前らの友情の行く末最後まで見守らせてもらうぜ。はい。